打ちました。センター弾く。ボールを拾って。ツーアウトランナー一塁。さあランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの今永。まあ代打で勝負をかけてもいいと思いますけどね。はい、そのあたりベンチはどう見ているんでしょうか。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。カープピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。こういう場面を抑えていくことで勝利が近づいてきますからね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の床田、どういったピッチングを見せるのか。最初は変化球できました。これが2球目。バットを出していきましたが空振りです。打ちました。痛烈。これはどうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。1点返しました。 DeNA ベイスターズ4対1。カープなおも三塁二塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て点差が縮まります。これで3点差に変わっています。2番バッター宮崎。カープこの回1点を返されています。さあリードを3点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを。変化球打った。サード取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。4対1。ベイスターズが追い上げています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いや、いい流れだと思いますね。ピッチャーも頑張ってますし打線もいいつながりができていると思います。そうですよね。スライダーが決まります。引っ張った。これはファーストライナー。打順はトップに帰って野間。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。変化球が低めに外れます。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。2番バッター菊池。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は空振りになりました。インコース決まりました。あっという間に2ストライクです。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。低
菊池、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ランナー走りませんね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5回終わって4カープがリードしています。ここまでのハイライトです。2回の表、得点圏にランナーを置いてここはしのぎます。先制のピンチをしのぎます。裏の攻撃、一打先制のチャンス。7番小久保、ライトへのタイムリーヒット。カープ先手を取ります。続く攻撃、ノーアウト満塁の場面。8番バッター田中、センターへ運ぶタイムリー。カープ1点を追加します。さらに続きます。サードランナーを置いて1番野間、センターへ運ぶタイムリー。カープ1点を追加します。5回、ツーアウト1、2塁のピンチ。1番神里、ライトへのタイムリーヒット。カープ1点を返されます。このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。ここはしのぎます。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは外、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープリードで迎える6回です。インドを見送っています。低めの変化球です。打ちました。バティスタ抑えてワンアウト。打順は4番筒香。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。トコダ、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは5番ロペス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトに初球ストライク。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファースト反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1、カープがリードしています。6回の裏、さあカープこの回は4番から始まります。鈴木がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
カープリードで迎える6回の攻撃です。打った、大きな打球になった、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには西川が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。さて赤星さん、この西川、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。ああ、そうですか。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ここは打ってほしかったんですけど、まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番の相澤が入っています。このクロスファイヤーはいいですよね。はい、低めにストレートが決まっています。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。バッター見送りました。手が出ません、三振。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる小久保が打席に入っています。これは見送ってボール。ライダーで攻めてきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。打ちました、大和。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6回終わって4-1、カープがリードしています。西さん、ここまで投打がうまく噛み合っている印象なんですが、いかがですか。まあ、チームとしてはね、いいゲームになってますよね。そうですよね。初球ボール、打ちました、菊池。アウト、ワンアウトです。バッターボックス大和、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球変化球は空振りです。切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライクです。落ちる球、
打った。菊池が掴んで2アウト。バッターボックス伊藤。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね、今日はタイミングが合ってますよね、期待しましょう。2アウトになっています。初球この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスには代打の桑原。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコース見送ってストライクです。高めのボール弾き返した打球は左中間へ。最後はレフトフライ。